はい、どうも、シャロンです。というわけでね、今回なんですけれども、先日、国連の支配者環境のね、なかなかの規模の大会、カードラッシュシースを開催してまいりました。こちらね、3人チーム戦となったわけなんですけれども、参加者144名の大会となりましてですね、まあそちらで新環境の分布だったりとか、上位のデッキレシピの考察などをしていきたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。はい、まずですね、こちらカードラッシュ CS 第7回なわけなんですけれども、まずねデッキの使用分布がこちらになっております。はい、一番多かったのがリザードン EX デッキで32名、そして次にロストギラティナが26名、サーナイト、パオジアン、ミュウ、ルギア V スター、封印石ロスト、ミライドン EX、レンゲヒューレインテ、アルセウスギラティナというような感じで続いていきます。そしてですね、リザードン EX デッキが一番多かったっていうのは、まあ、やはりね新環境の影響というところだと思うんですけれども、形なんですがアルセウス V スターを採用している形がね21名ぐらいいましたね。やっぱり今のトレンドはアルセウス V スターと組み合わせてスターワースから不思議な雨とかを持ってきてね、リザードン EX につなぐっていうような構築が多かったみたいです。ピジョット EX が採用されてるかどうかとか、ビギタルが採用されてるかどうかっていうのは結構人によってまばらという感じでした。そしてですね、ロストギラティナは本当に前環境から大きな変化はなくですね、まあ、気持ちいただけの雪道の採用が多かったかなというような部分はあったんですけれども、そんな感じでした。サーナイト EX なんですが、まあ、皆さんの気になるところ、月明かりのお金、この新カードでね強化されたという声が非常に多かったわけなんですが、この月明かりの丘というカードの採用率なんですけど、なんと16人中15名が採用していましたね。なんでもうほぼ月明かりの丘は入っているものとして今後戦うべきデッキなんじゃないかなと思います。そしてパオジアン EX、 パオジアン EX もね以前に比べてゴッドパオジアンと呼ばれるねアルセウス V スターと組み合わせた形が非常にトレンドになってきてまして、実際にこの15名中12名はアルセウス V スターが採用されたゴッドパオジアンという形でしたね。そしてミュー VMAX、 ルギア V スターが8名ずつということだったんですけれども、これはシャロン個人的には結構意外でした。というのも、もっと少なくてもおかしくないんじゃないかなと思ってましたね。ミュー VMAX に関しては、まあ、リザードン EX がやっぱりアクタイプかつ HP が非常に高いというところで、まあ、なかなかね、突破が難しいんじゃないかという部分で減ってくるんじゃないかと思って、まあ、実際に減ってはいると思うんですけれども、本当にもっとね、絶望的な少なさなんじゃないかななんて睨んでたんですが、とはいえね、やっぱりロストギラティナだったりサーナイト EX、 そしてパオジアン EX、まあ、この辺にはねミュウは多分強い、比較的まあ強いデッキになってくると思うんで、まあリザードン以外に関してはまあ強いデッキなのはね変わりないんでね、まあまだまだそこのメタ読みで使ってくる人もいたというような印象でしょうか。あとはまあルギア V スターね、まあ、これもちょっと意外だったんですけど、実際自分もね当日の試合を見てて思ったんですけど、ロストギラティナがやっぱ本当に強いんですよね。というのも多分なんですけど、ロストギラティナリザードン EX に有利なんじゃないかなと思ってて、まあ、スターレクイエムも強いし、ロストマインでね人影とかを刈り取るのも強いし、雪道も強いしっていうことで、まあなんか徐々になんかまだ新環境始まって間もないですけど、リザードン EX ってロストギラティナきつくねってなってくるような気がしてて、まあ、すでにもうなってる人はなってるんじゃないかなと思ってるんですけど、でそうなってくると、まあ、ギラティナが増えてきたら、じゃあギラティナに強いデッキって何なのってあった時に、多分ねルギア V スターぐらいしかねなんかないんですよね。という部分でギラティナが強いという部分のメタ読みでルギア V スターを持ち込んだプレイヤーっていうのが、まあ、比較的いたのかなというような印象でした。あとはまあ封印石ロストね、まあ、このデッキも前環境ではもっと多かったような印象なんですけど、依然強いデッキとなっているみたいです。あとはね、まあ、使用者4名以外だと、ロストルメルゴンとか、アルセウスマスカーニア、パルキア V スターとか、ロストリザードンとかもいましたね。ではですね、この分布の中から、じゃあ実際に勝ち上がった上位16チーム、計48名のデッキ分布はどんな感じになっていたのかっていうのを紹介したいと思います。それがこちらですね。一番多かったのが、リザードン X とロストギラティナで9名ずつ。まあ、これはもう分布通りっていう感じですよね。で、サーナイト X、パオジアン X、7名、4名。そして、ミューブマックス3名、ルギア V スター3名。まあ、はっきり言って分布通りにね、結構抜けたかなというような印象はありますね。アルセウスギラティナが2名で、パルキア V スターが2名。ここは結構ポイントなんじゃないかなと思うんですけど、まあオリジンパルキア V スターデッキを使った人っていうのは、まあ全体の参加者に2名しかいなかったんですけど、まあその2人ともね予選を抜けてたということで、まあデッキは結構強いんじゃないかなと思います。まあいわゆる勝ち組デッキに当たるのかなっていうのはこのパルキア V スターになるのかな。まあ個人成績とかはねチーム戦なんで分かんないですけどね、チーム戦なんでもしかしたらこの中にね0勝6敗みたいな感じで掲載されてる人もいるかもしれないので、そこはね参考程度に見てくださいという感じなんですけど、あと封印石ロスト2名、レンゲキューラインテ2名、オムスター、ミライ
イドン、ロスト月光がロストヌメルゴン、ロストリザードンというような分布になっておりました。まあまあまあ、なんかこう、これが実はめっちゃ熱いみたいなのは特になくて、まあ無難に分布通り勝ち上がったのかなっていうところで、まあパルキアはちょっと、もうちょっと増えてもいいのかもっていうのが、個人的な感想です。それではですね、今回ベスト4に入賞した方々のデッキレシピを、紹介、見ていきたいと思います。まずはですね、優勝となったいちごさんの、パオジアン X デッキを紹介します。いちごさんはね、カードアッシュ CS なんと2回目の優勝ということで、個人成績がね、聞いたところ8勝2敗ということで、まあデッキのリストも非常に信用できるものなんじゃないかなと思いますが、まあいわゆるゴッドパオジアンと呼ばれる形ですね。まあミュウが入っていたりとかする部分はあるんですけれども、まあ基本的なカードの採用が多いと思います。まあグルーシャなんかがね、配信とかでかなり活躍してた印象があって、あんまりグルーシャはね、自分は考えたことはなかったんですけど、かなり強そうでしたね。まあ特にネオラント V とかスターバースとか、あのサポートをサーチしてくる手段があるんでね、こういうカードが1枚入ってると状況に応じてはね、8枚ドローできたりとかすることもできたりするんで、このグルーシャ1枚採用はすごくね、おしゃれだなと思いました。今後ね、増えてくるかもしれませんね。次はですね、このイチゴさんのチームメイトであるハル N さんの、ロストギラティナ、個人成績は伺ったところ9勝1敗ということで、まあおそらく今大会で一番いい勝率なんじゃないかなと思います。ハル N さんはね、誰に聞いても強い人って誰って言ったら、ハル N と名前が上がるぐらい最強クラスの、国内最強クラスのプレイヤーと、言われている方なんですけれども、まあ、しっかりとね、結果残してきました。ジェットエネルギーがね、4枚採用されているところだったりとか、いただけの雪道が3枚採用されているところは、一つ特徴的なんじゃないかなと思います。まあ、ジェットエネルギーはね、結構人によってはなんか初手にあるとバトルビップパスみたいなもんでしょうみたいな意見もあったりするぐらい、ロストデッキにおいてはね、強力なカードだったりするんで、このカードが4枚採用されていることによって、デッキにね、安定感が出ているのかもしれません。詳しくはね、ハルエヌさんも YouTube をやっていますので、そちらの方も興味があればチェックしてみてください。これからのね、スタンダードになってきそうなギラティナ V スターの構築です。お次はですね、このイチゴさんのチーム、3人目のチームメイトである、斉藤康生さんのパルキア V スターデッキになっております。パルキア V スターデッキってね、自分が区別しているのは、セグレイブが入っていないデッキのことをね、指してます。まあ、パルキアがメインアタッカーになっていて、エネルギー確保だったりとか、ワンパン要因でパオジアン EX が採用されているというデッキですね。個人成績は6勝4敗だったみたいなんですけど、このラッシュ CS の前日にあったね、別の自主大会で同じデッキレシピを使ってね、8勝1敗で、準優勝されているというところで、まあちょっとラッシュ CS の日ね、あの運があんまりなかったみたいなところも、まあ想像なんですけど、あったんじゃないかなと思いますが、非常に強力なデッキレシピだと思います。本人曰くね、海外選手のグスタボ・ワダ選手の、ほぼ完コピーというお話をされていました。まあこのタイプのね、パルキア V スターメインで殴っていくデッキタイプは、ポケジツポケカーブのね、ラブリーさんが相当昔からね、ずっと使っていて、僕も友達なんでね、よく戦ってたんですけど、まあ本当に強い割にそんなに数は多くないなと思っていたんで、まあこういう機会でね、また日の目を浴びるというか、注目されて今後増えてくる可能性はあるんじゃないかなと思うので、皆さんも予習必須のデッキかなと思います。お次はですね、準優勝となったチーム金髪ラボさんのデッキを紹介したいと思います。まずこちらがね、ジャンプさんのロストギラティナデッキですね。こちらのデッキの特徴としては、まあ、ルチャブルが採用されているという点が一つあると思います。やっぱりルチャブルがね、入っていると、ロストミラーにおいてロストマイン1回でキュアを2体倒すことができたりね、するまあ一撃必殺のね、カードだとは思いますね。で、まあいただける雪道がね、こちらの選手も3枚採用されてます。まあ結構ね、前環境までのギラティナだと、まあいただける雪道がね、2枚ぐらいの採用選手も多かったと思うんですけれども、やはりリザードン EX デッキ、まあ、アルセウスと組み合わせたデッキが多いというところも加味して3枚採用の方が上位に上がっている印象ですね。同じくチームメイトのマサムネ選手も全く同じデッキレシピを使用していたみたいです。そしてですね、3人目のチームメイトの、金髪選手はですね、リザードン EX プラスフィジョット EX のデッキを使っていました。なんとね、一番いい成績だったリザードンデッキっていうのはアルセウス型ではなくて、フィジョット EX 型でした。デッキレシピとしてはですね、ポッポが3枚採用されているのが少し特徴的かなと思います。配信卓でもね、お話を伺ったんですけれども、まあ、結構ね、高校を取った時の動きを考慮してポッポの枚数を、気持ち多めにしているという話がありました。まあ、確かにね、ポッポで、スタートして高校だった場合は、高校だとしても仲間を呼ぶを使っていくことによって、まあ、安定したね、動きを取れる可能性が上がるっていうのは一つあると思います。スタジアムはね、ボールタウンが3枚採用されているというところもあって、まあ、かなりね、初動の、ポケモンを並べる安定感みたいなのがありそうなデッキレシピかなと思いました。シロナの覇気なんかもね、結構特徴的ですよね。やっぱりこういうフィジョット X のマッハサーチを使うデッキは、特定の場面で強いサポートカード、このデッキだとシロナの覇気やツツジのようなカードを採用しているというのが、まあ、強みなのかななんて思います。
お次はですね、3位となったチームのデッキレシピを紹介したいと思います。こちらがですね、ビリジオン山下さんのロストギラティナです。こちらのデッキレシピの特徴としては、ネオラントベイが採用されているというのは一つ注目ポイントでしょうか。あとはね、やはりいただけの雪道が3枚採用されているというところも皆さん共通している部分ですかね。お次はですね、エータ選手の封印石ロストになります。まあ、ロスト海洋画と呼ばれるようなデッキですかね。特徴としては、まあ、ピジョット V が採用されていることによって、相手のロストデッキに対して、おとぼけスピットをピジョットで受けて、ダメージを返したりとか、するような対策をしつつ、まあ、芝のようなね、サポートカードも採用されてますね。あとは、まあ、海竜が入ってるね、封印石ロストとかだと、雷光 V とかが採用されているケースとかもあったりするんですけれども、まあ、雷光 V などは採用されていないという形のデッキレシピでした。こちら3位のチームの3人目のデッキが、こちらですね、トゥルーエンド選手のミュー V マックスデッキ。高リッポがね、採用されているというところで、ブロックスライダーを使ってね、相手のベンチの人影とか、ポッポとかを狙っていけるというのは強そうですね。山彦ホーンなんかも入っているんで、まあ、例えばね、アルセウス V スターを倒した後にね、アルセウス V を釣り上げて、もう一回サイド2枚取る。みたいなことも、相手のリザードンデッキにね、取っていくことができれば、サイドを獲得するルートとしては強そうですよね。スタジアムが、いただけの雪道2枚と採用されていて、ジャッジマン、ロススイーパーなども入ってるんで、まあ、結構雪道ミューっぽい、ニュアンスもあるようなフュージョンデッキになっているんじゃないかなと思います。そしてですね、次に紹介するのが4位となったチームアンブラの選手のデッキを紹介します。こちらがね、ビエラさん、ポケモンのゲームの世界大会の優勝経験もあるビエラさんが、なんとまさかのベスト4というところで、リザードン EX プラスアルセウス V スターのデッキを使っています。デッキ構築は非常にシンプルなものになっているかと思います。リザードンとアルセウス、ピジョット、そしてミュー、マナフィーというポケモンの採用になっていて、ポッポがね、2枚採用されているんで、まあ、スタートしてね、仲間を呼ぶをできるようにしつつ、ピジョット EX はあくまで1枚というような採用が結構おしゃれですね。サポートカードは縦引きの悪魔の実験をがっつり採用している形となっていて、手札妨害のジャッジマン、ナンジャモというようなサポート配分になっているみたいです。いただけの雪道がね、入っていたり、スタジアムカードがね、計5枚採用されているね、かなりリザードンX デッキの中でもスタジアムにね枠を割いてるデッキなんじゃないかなというような印象を受けました。まあ、雪道があったりするとね、相手のアローラロコン V スターとかそういったポケモンに対してもね全然余裕になってくるとか、相手のリザードンデッキに対して終盤雪道なんじゃも仕掛けたりとか、まあそういうような強さがありそうですよね。お次がね、ビエラさんのチームメイトの絹川さんのデッキレシピになってます。絹川さんもゲームのポケモンでねめちゃくちゃ有名なプレイヤーです。こちらもね同様なアルセウスリザードンデッキとなっているんですけれども、形は結構違いますね。まずね、まあ、ピジョットがね2枚採用とかっていうのもあるんですけど、まあ、このミミックが結構珍しい採用かなと思います。このミミックなんですけど、ただね壁要因にするわけじゃなくて、ルミナスエネルギーがね2枚採用されているというところで、まあ、ゴーストアイで削りを入れるような使い方もできるし、ルミナスエネルギーはね一応ネオラントに煉獄支配で、まあ、加速することがあるかわかんないですけど、加速してねルミナスエネルギーからのアクアリターンというような選択肢もあるのかなと思います。まあまあハサーチがあるとね、こういうやあのびっくり動きみたいのがね結構できたりするので、そこも強いですよね。配信卓にもね出てもらったんですけれども、ゴーストアイでね相手の、ポケモンに削りを入れた後に、リザードンのバーニングダークで、相手の HP を削り取るというような動きをしていて、まあ、バーニングダークの序盤足りない火力っていうのを補うね強さが見受けられました。キャプチャーアロマ4枚採用っていうのも結構珍しい採用かなと思いますね。ビップ4、ハイパーボール4、キャプチャーアロマ4というところで、まあ、安定感もねなかなかありそうです。そしてね最後の紹介となりますのが、チームメイトアルカナさんのデッキレシピです。アルカナさんもポケモンのゲームがめちゃくちゃ強い方になってるんですが、ポケモンカードもね始めたということで、始めて間もない中でこのねヌメルゴンデッキを使いこなしての上位入賞となりました。デッキの特徴としては、まあ、ハガクレポンチョが結構珍しい採用なんじゃないかなと思います。本人にね話も伺ったんですけれども、穴抜けの紐プラスボスの指令がヒスイヌメイロンはかなりきついというところで、ここをねケアするためのハガクレポンチョで実際に活躍したということでした。もしかしたらね今後のヒスイヌメルゴンデッキにね結構採用されてくるような一枚になってくるかもしれません。はい、というわけでね、今回、チーム戦の上位となったベスト4の、チームのデッキ12個を紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。結構ねこのデッキレシピなんかが今後のねトレンドになってきたりする可能性十分にあると思いますんで、皆さんもぜひ参考にしてみてください。というわけでね、今後もシャロンチャンネルでは環境の考察だったりとか対戦動画とかもねまた出せたらやっていきたいと思ってますんで、ぜひね高評価チャンネル登録よろしくお願いします。今回のカードラッシュCSでも面白い試合が結構ね取れましたんで、そちらもね徐々に上がってくると思いますんで、ぜひ、お願いします。それじゃあバイバイ。